どうもドーザルです。はい、ということで本日もこちらドーザラジお送りしていきたいと思います。毎日いろいろなテーマに関しておしゃべりしていくこちらのコーナー、本日のテーマはツイッターの凍結について話していきたいと思います。やっぱりね、ツイッターとか、YouTube とかやっていると、まあ、炎上したり凍結したりと、まあ、暑かったり寒かったりね、大変なわけなんですけれども、ツイッターはね結構定期的に晩祭りが行われます。まあ、半年前ぐらいに春の晩祭りって言ってすごいたくさんの人が利用停止になって、でツイッターの晩はねえぐいんですよ。あの復活できない上にもう一切そのアカウントでいきなりですよ、警告とかなしでいきなり使えなくなると、このアカウントは凍結されましたって出て、まあ、ツイートもできなくなると、言ったところで、アカウント一から作り直すにもそのね、もともとフォローしてくれた人たちにお知らせもできないしっていうところで、結構ツイッターのね晩はあの怖い怖いしいきなりっていうところでね、あの破壊力が凄まじいです。でさらに今回のここ1週間でバンされている人たちは、なんとですね、前回バンされている人たちと同じ人たちがかなりの確率でバンされているらしい。しかももちろんアカウントを作り直した新しいアカウントがバンされているので、その使ってる携帯の IP アドレスとか、つまり同じ人が操作しているアカウントを一斉バンしているみたいで、あ、徹底してるなって思いましたね。ツイッター社が定める利用規約、これをね、反している人たちを、まあ、一斉にこうバンしていって、新しく作り直した、アカウントもさらに半年後バンしていってっていうところで、まあ、かなりこう強気だなっていうのを、感じたので、まあ、今日はこのね、ツイッター社 この凍結についてちょっといろいろほじくって話していきたいなと思います。で一つ思うのが、あの晩祭り、あのなんていうんですか、インフルエンサーもどんどんバンされてるんですよね。インフルエンサーって言われるのは、いわゆるツイッターにおいては発言力が高い、つまりフォロワーが多い人たちですね。だってフォロワーが多い人たちって、その人たちの発言を見たいっていう人が多いからフォロワーが多いわけであって、つまりはその影響力もあるし発言力もあるし、そのツイッター社にとってはなんていうの、まあ、主人公とまでは言わないよ、主人公とまでは言わないけど、いわゆる花形なわけじゃないですか。でそういった人たちも、利用規約に反していれば警告なしにバンしていく、このスタイルがねかなり強気で、強気だしツイッター社の強い意志を感じますね。将来的にはこういうプラットフォーム、こういう、発言をする場所にしたくて、その、利用規約を反する人たちは俺たちはバッサバッサ切っていくぜっていう、かなり強気の姿勢をね、そこから見ることができます。だからそれに関しては、あの結構ね強気なのは、まあ、悪くはないとは思うんですが、ただ、懸念点としては、まず一つ目は警告もなしにね、そう言ってバッサバッサ切っていくと、インフルエンサー側からすると怖いですよね。やっぱりそのプラットフォームで本気になれないというか、例えば、YouTube っていうのは親会社っていうか、その運営してるのが Google だから、 Google って言ったら世界的にもすごい大きい会社で、こうまあなんて言うんですか、ちゃんとしてるじゃないですかまあ YouTube も5番とかちょこちょこあるから怖いっちゃ怖いんだけど、まあ、5番されても、ちゃんと YouTube に問い合わせて復活したりするじゃないですか。でも Twitter の場合は一切そういうのがないんですよね。だからその Twitter でじゃあ人生かけるかってなった時にちょっと怖い怖いですよね。うん、だからその警告とかがないっていうのが結構こうインフルエンサーとしてというか、まあ、ツイッターを本気でやろうとしている人たちにとっては怖いから、他のプラットフォームにそういったインフルエンサーたちが、まあ、逃げていくんじゃないかなという懸念点が一つ。そしてもう一つが、本当にその人たち利用規約を破ってるんですかっていう、そのめちゃめちゃあれなんですよね。同じ人たちをさっきバンするって言ったんですが、携帯、同じ携帯使ってる人とか、以前バンになった人も今回バンされてるわけですよね。もう徹底的にバンしてるわけです。ただ本当にその人たちが、例えば厳しいのがね、殺すとか死ねとか、まあ、そういったそのなんていうんですか、恫喝とか、要はその殺人予告とか、まあ、そういったことを過去にしたことがある人たちには特段厳しいらしいんですけど、まあ、そういった人たちが本当にじゃあ何、殺人予告としてその言葉を使ったのかどうかとか、そこら辺もあまり考えずに、もうそのワードがあった瞬間に、その人がもうなんていうんですか、ブラックリストに行っちゃう、で弁解とか一切なしみたいな感じで、結構こう厳しめだなって思います。まあもちろん人にね、他人に死ねとか、殺すとかもちろん言っちゃダメですよ。もちろん言っちゃダメなのは重々承知の上で、それでもまだね厳しすぎるんじゃないかな、いうのは、
まあ、ありますね。警告イエローカードからのレッドカードとかならね、あのまだわかるんですけれども、その何年も何年もこうなんていうんですか、フォロワーをコツ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 積み上げて活動してきている人たちにとっては、あまりにもこのツイッターのね、あの制裁重すぎるんじゃないかな、わかんないですよ。それがまあか、いや全然重くないよと、これはもう妥当だよっていう意見の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ただやっぱりね、あの一発バーンしかも、警告なしっていうのは、あの怖いなって私は思いました。はい、といったところで、まあ、今後もね、だからツイッターはまあ晩祭りっていうのを定期的にやっていくと思いますし、あの皆さんもね気をつけてください、発言とかには。もちろんこれはツイッターだけではなくて、匿名性がね、保証されているって思っている、匿名性っていうのはつまり、あの皆さんこう普通に携帯でね YouTube のコメントとか、あとはツイッターとかで発言すると思うんですけど、まあ、そういった発言って一見誰にも自分ってわからないように見えるんですけれども、もちろん、皆さんの携帯にも IP アドレスっていうのがあって、その IP アドレスっていうのは、この携帯のね誰が契約してるのかっていうのはわかるわけですよ、警察とかは。だから、皆さんもねネットで例えばお前死ねよとか、お前殺すぞみたいな感じで喧嘩になっちゃうと、もしかしたら、裁判沙汰になったりとか、あと刑事事件になったり発展したりとか、逮捕されたりとか、まあ、ちょこちょこねやっぱこうなんていうんですか、そういったこう逮捕とかも見られますからね。そういったところも皆さん気をつけてね、携帯もネットだったら何言っても大丈夫と思わずに、しっかり自分の発言には責任を持ちましょう。ただやっぱネットの楽しさっていうのはまた匿名性っていうのもありますからね、ぶっちゃけなんですか、やっぱりこう一つ一つの発言に責任を持って、こうかしこまって楽しむものではないじゃないですか、ネットっていうのはね。それも含めてね、まあ、難しいところだなと思いつつも、また時代の移り変わりがねもしかしたら訪れてきているのかもしれません。といったところで、Facebook は完全にあれですもんね、匿名禁止ですもんね。あだ名とかその架空の人物での登録は禁止されていて、いわゆる本名での、登録を義務付けているわけなんですけれども、まあ、Twitter はね、完全匿名、ニックネームでの、登録ができるので、まあ、そういったところでプラットフォームで少しずつ、差はできているものの、まあ、規約がね、しっかりしてきているなというところで、まあ、今後ね、ネットの世界がどうなっていくか分かりませんが、まあまあ楽しんでいきましょう。といったところで、じゃあ本日は、ツイッターの凍結について思うところをベラベラと喋っていきました。またね、いろいろなことについて喋っていきたいと思いますので、ドズラジ毎日更新しております。ぜひ、また聞いていただければなと思います。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。